はい、皆様こんにちは、セミナーズの清水です。さて、今回はですね、アンソニー・ロビンス式、朝起きたら元気になれる、3つの簡単な方法ということでね、お伝えしていきたいと思います。このチャンネルは経営者が元気に仕事ができると、仕事のヒント、ビジネスのヒントをお届けしているチャンネルとなります。よかったらぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。さあ、このアンソニー・ロビンス式、朝起きたら元気になる3つの簡単な方法、これはですね、もう本当に多くの起業家経営者の方から、どうしてるんですかって聞かれる質問なんですね。特にアンソニー・ロビンスさん、ご存知の方も多いと思いますが、初めての方に少しだけ紹介しますと、世界ナンバーワンのコーチと呼ばれていて、彼のねプログラムを受けるとみんな元気になっちゃう、みんな売り上げ上がっちゃうということでね、彼の内容について教えてほしいって声も多かったものですからね、今回この映像をお届けしております。もうすべての答えはこれなんですね、トライアド。これ聞いたことある方多くいらっしゃると思います。3つの人生を変えるこの、ね、重要なポイント、これはステート、ご自身の状態、心の状態や体の状態に影響を与える3つのポイント、これをまとめたのを彼はトライアドっていう表現をしていまして、これを取り組むだけで皆様の人生が変わってしまう、朝が元気になってしまうということでですね、今回紹介したいと思います。まず1つ目はですね、これです。フィジオロジーと言われるものなんですね。さあ行ってみましょう。フィジオロジー、そうですね、そう、フィジオロジー、簡単に言うと体の使い方、この体の使い方をちょっと変えるだけで、朝が元気になっちゃう、朝の状態が変わり、ご自身の肉体面、精神面の状態が変わってしまう、ステートが変わるっていうのがまず一つ目のポイント、体の使い方。そして2つ目、フォーカス。フォーカスっていうのは、これ焦点をどこに置くのかってことなんですね。あなたがどこに目線を向けているのか、どこに意識を向けているのか、この意識を向けているところによってステートが変わるっていう、こういうお話なんですね。例えば昨日ね、うまくいかなかった、なんであんなことしちゃったんだろうとかね、旦那さんにあんなことされた、奥さんにこんなこと言われたみたいなね、ことに意識が向いて怒りで夜も眠れないみたいなね、この焦点がどこに向いてるのか、意識がどこに向いてるのかによって状態って変わりますよね。と、部下がね、会議に出なかった、もしくは日報を出さなかった、もう許せないみたいなね、ことに意識が向くと許せないっていう怒りの状態とかになっちゃうわけですよね。このステートをどう高めるのか、これ2つ目のとても大事なポイントです。1つ目が体の使い方、2つ目が焦点の置き方、そして3つ目が言葉の使い方、これラングエッジって表現してます、もしくは、ミーニング、意味付けのスキル、どう意味付けをするのか、どういう言葉を使うのかによってこのステートが変わってしまうっていうんですね。例えばですよ、失敗した時に、失敗した、俺の人生おしまいだとかっていうような言葉を使ったり意味付けをすると、もう人生おしまいってことでステートがガーンと下がるわけですよね。このどんな言葉を使うのか、どんな意味付けをするのか、失敗した、いや、これでこれからこの部分は失敗せずに学んでスキルを高めるいい機会だな、成長の機会、このね、失敗を成長の機会と意味付けられたら、そういう言葉を使ったらだいぶ雰囲気変わりますよね。このステートが大きく変わると、こういうお話なんです。で、こんなことをですね、今から一つずつ見ていくことで、朝元気にしましょうと、一日を素晴らしい時間にしましょうっていうことなんですね。さあ、まずこれフィジオロジーファースト、体を使うのを変えるだけで本当に変わっちゃうということなんですね。まず朝起きたら何をするか、ぜひこのガッツポーズなんですね。さあ一日始めるぞって、これね、このこれだけで本当に状態変わるんですよ。やってみてください。朝起きた時にもう難しいこと言いません。ガッツポーズ、グッ、ガッツポーズ、グッ、このね、ガッツポーズを取ると、これ私がねとても尊敬している湘南美容クリニック SBC のね創業者である相川先生、彼がですね、好きな言葉は情熱ですっていう、このね、情熱ですってこの格好っていうかね、スタイル、ポーズを取るんですね。この格好をするだけでやっぱり情熱っていうかね、頑張るぞっていう雰囲気になると。このね、体の使い方っていうのは実は感情に直接的に影響を与えるものなんですね。
例えば気持ちが沈んでる、私鬱ですなんて方はですね、大体皆さんどんな格好されてます？鬱ですっていう時は鬱状態の方っていうのはちょっと視線が下がって顔が下向きになって、肩が丸まって背中が丸まってぐっとちょっと下に、沈んでしまうみたいな、そういう格好をするとそういう感情になるんです。みんなこれ例外なく、私たくさんの方に聞いてきましたけれども、鬱の方ってどんな感じですかって言うとみんなこうなるんですよ。ってことはそういう格好をするとそうなる。つまりこんな表現もされるんですね。このね、肉体的な体の使い方、これが感情のキーボードみたいなものなんだと。つまりキーボードであるタイプをすればそれがアウトプット出力されて文字として表示されると。つまり押せば返ってくる、体のその格好をすればその感情になると。ガッツポーズとって不安になるとかね、ガッツポーズとって鬱になるとか結構難しいと思うんですよね。だからまず朝起きたらガッツポーズする、これ一つ目で、二つ目はですね、アンソニーがこの UPW っていうね、4日間のプログラムの中でこの胸の位置をね、2ミリ上げてみてっていうんです。自信とかね、確信っていうステート、つまり感情的状態が得られるからって教えてくれるんです。これプロスポーツ選手、このね、胸の中心の位置を2ミリって、このほんのちょっとの違いです。ほんのちょっとの違いなんだけど、それ変えるだけで状態変わる。まずステップ1、ガッツポーズ。ステップ2、胸を開いて2ミリ上げる。よっしゃやるぞ、もうこれだけで朝元気になっちゃうわけですよ。でさらにはですね、この状態を、これね、人間の体ってね、開くっていうか上に上げる、こういう状態ですね。こういう状態、あのトニーなんかよくね、こういうポーズをとって人間の状態を上げますけども、この胸を開いて手を上げている、胸を開いて手を上げている、ガッツポーズをとって胸を開いて手を上げる、もうこれだけでですね、人間というのはもう相当変わります。あのジムなんかでね、ジャンピングジャックっていうね、練習、こうやって開いて開いて、こうやってね、ジャンピングジャックっていう、このジャンプしながらのエクササイズ、体験されたことある方いらっしゃると思いますけども、このジャンピングジャックのようにですね、胸を開いてこうなんて手を上げるって、これだけでですね、人間っていうのはステートがものすごく上がるんですね。朝元気になるんだったらガッツポーズ、胸を開いて手を上げる、もうこれだけでですね、もう相当エネルギー状態が高まります。朝元気になる、もうこれだけでいいので、ぜひ騙されたと思ってですね、やってみていただきたいというのが一つ目です。はい、ここまでがアンソニー・ロビンス式、朝起きたら元気になる3つの方法、一つ目のね、この体の使い方を変えてみる、というお話をさせていただきました。次回はこの2つ目、3つ目、朝起きたら元気になる3つの簡単な方法の2つ目と3つ目、ご紹介したいと思います。それでは。